人がいつもより自分の理想通りだから あんまり考えたことない。そういう人が来るのが当たり前と思ってるんだけど、はい、自然になるものなのかなって思ってるから、うん、あんまりポイントとか、付き合う人は自然に価値観も同じ人が多かったから、うんうんうん、自然になるものと思ってます。なんかマスクの人2人に挟まれたのもあるよ。すごい、よろしくお願いします。戦いが始まる、はい、今日のサボサボ今日のサボサボ嵐くんを奪い合うちょっと格闘が始まりますから。キヒくんいいね、今度ハッピーちゃんっていう猫飼ってなんか運気上がりそうだね。ハッピーの歩きで名前なんだったんですか。コロです。コロコロいいですね。コロスケみたいな。今日僕コロでいきます。あ、名前コロコロです意見がコロコロ変わるんだよ。さっき言ってたこと全然変わってる。コロですいやだちょっと面白いのちょっと俺ね、名前はさっきの方 P さんでしたけど、何言っちゃうの。トウコです、トウコ。トウコさんで、トウコさんでいろんな人に見てもらえる貴重な場だなと思ってでも始めたっていうのがあるんですけどね。俺からしたらちょっと羨ましい条件でスタートしてると思うけどね。嵐くんが婚活、結婚相手募集してますって言ったら集まる人はもう嵐くんのことが好きな人が集まるわけ。まあなんか前向きに考えてくれるね、ってる人ことは嵐くんはどんだけ相手を好きになれるかだよ。あと、うん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 、そうですね。まあでも確かにそうですね。確かに確かに。そうですね、お互いだからその得意なところをアピールして嵐君を好きにさせたらだとも結婚じゃない。まあ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 、でまあお互いのどっかで言うといいけどね。ねえ、まあでもそういう方向に、まあ、最初にゴールも結婚なんでっていうのは思ってやってますけどね。まず彼女を作ろうじゃないんだ彼女を作ろうではないっすね。まあまあそうかも。それは相乗りでやったと。っていうかまあ彼女っていう過程もあるけど、最終的にやっぱ結婚がもうゴールだから、その通過点はもちろんあるけど、まあゴールはやっぱり結婚。でもこれってさ難しくない？だって彼女を作らないでいきなりプロポーズってなっちゃわない？うん、まあなんかそれもなくないかなと思ってますけど、どうですか？そういう本当にいきなりマリッチだね。考えがまさにだよね。丸か×かみたいな感じで。でも長年付き合った人とかやっぱどれぐらいあるんですか今日。あ、そんなにいないですけど。年数どれぐらい最高？嵐さんよりは長いけど。おお2年かな。あ、2年。まあまあ言ってますね。はい。それでさ結婚したいと、やっぱ結婚しようと思う人いた？いましたよ。なんでダメになっちゃったの？なんかあんまりうまくいかなかった。そう、どういうところが別れた理由ちょっとね。そうですね、それもしたらそれは嵐君の勉強になるじゃん。勉強というかまああとその知る一つの要素なんで差し支えなければ。あ、でも私がすごい若かったなと思ってて、自分も結婚する準備ができてなかったなと思います。今なんか受け入れられなかったんですか何か。はい、若かった。浮気がバレたとか浮気してるのを見たとか。あ、全然じゃなくて、まあ、結婚はちょっと違うかな漠然と。はい、私が結婚したいって言い過ぎたかな。あ、そうなんだ。自分は結婚したいって言ってたけど向こうが違ったってことですか。乗り気ではなかった。はい。いくつぐらいの時ですか。33。ちょっと待って今いくつか分かんないよって。まあまあまあ、いつの話か分かんないけどってことですよね。30、もう俺もっと年下だと思ってたから相手は何歳ぐらいだったんですか。相手はそのまだ意識できる年齢じゃなかったんですかね。まあ30、まあ近かったです。やっぱ経済力とかそういうのどうなんですかね。私が若かった、あんまり人の気持ちとか考えてなかったんですか。ああ、でも、ね、大事だよね、伝えるっていうのは。はい、まあまあ大事かなと思った。逆にその結婚したいって気持ちを伝えたんですよね。はい。
で、向こうはそのまま一気に別れに行っちゃったんですか、結婚しないんだって。重いよお前みたいになっちゃったと。これ難しいよね。誰でもいいような気がするとは言って言われました。あ、結婚は、これじゃなくてもいいんだろ、結婚できる、結婚がしたくて。あで、向こうは言ってたけど、私は全然違うんだ。あなたとしたい、はい、なるほどっすね。なんかもう不思議なもんでね、うまくいかなくなって、うん、今結果こういう時間があるってことは、まあまあ、だからかなとか思うしかない、うん、長い目で見るとうまくいかなくなった方が良かったってこと多いんだよ、ね、結局。ああなるほどね、はいはい、はい。コロちゃんは結婚してるんですか？したいんですよ僕も。だから混ぜてくれ、もう一人呼んでくれって。自分だけずるいですよちょっと。勘弁してください。コロちゃんコロちゃんって忘れてた。もうコロッと結婚しまった。転がされちゃう。全然ハマんないですよ。ごめんなさい。はい、つぼ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 。いや、そうです。面白かったです、コロちゃん。いや、したいですよ。だから、でも僕も結婚したい人がいたんですけど、ちょっと僕は顔で選んじゃったんで、ちょっとやっぱ結婚って顔だけじゃないんだなっていうのをちょっと学んだというか、うん、そうっすよね。確かにでもみんなマスクしててもう面白いかもね、世の中みんなも顔わかんない状況みたいな。うんうんうん、うん、それもうちょっとなんかね、うん、なんかじゃあ、まあ、今がこの環境です。俺だけマスクしてないからあれだけど、いやもうバレちゃうから、ね、じゃあこれ長嶋マスクしてたらおかしいですよ。何やってんの。替え玉が来たのに。誰か分かる。まあでもそうだよね、やっぱはね、見た目もちろん中身ってなかなか見えづらいからね。でもさ、ま、結婚と一番大事になってくるやっぱ経済力だと思っちゃうんだけど、そうじゃないの？経済力は大事です。そうでしょ、まあ、お金の使い方が同じ人がいいな。なるほどっすね。どういう使い方をする？お金、あんまりケチは好きじゃなくて、必要なところに使う人がいいです。あ、じゃあご飯はだから高級なのじゃなくてもいいってこと？まあそうですね、普通の全然。でも割り勘しようやってきたやん。あんまり最初は。最初は、後々はいいの？別に、あの結婚したらお財布は一緒がいいので。ああ、確かに。まあ最初はあんま割り勘の人とは付き合わない。そうだよ、私は。そうそう、やっぱ、どう、まあ、基本的に出すっすけど、なんかあの全部出してて私も出すってなった人との方が今までの恋愛はその発展しやすくなってる傾向はあるなっていうか、全部もちろん出してんだけど次は私出すみたいな人って、その付き合ってる段階じゃなくて付き合ってない時でも、うんうんうん、なんかそこで終わらない人が多かったですね。そのままなんつうんだろう、完全にご飯くんみたいな思われてる時ももちろんあったと思うし、要はそう出してて向こうがその私もそのなんて言うんだろう、この間出してもらったからなんかそう私も会いたいと思ってるからってるからみたいな、なんかそういうのでグッと来た時もあるのと、まあ向こうもまたなんて言うんだろう、会いたい気持ちがすごい強い人ってなんか結構そういう傾向があったかな今まで。あ、うん、まあまあ性格なのかな。うん、お金出そうとしてくれる子っているよねやっぱり。うんうんうん、そう、あとあの前にその4個取れてるに払ってとかしてたら次の店2軒目行こうってなった時に逆に俺が取れてるに払っててみたいな。おお、なんかやるなこの子みたいな。あ、ちょっとじゃあ男っぽい人が好きなの？このなんだろう、ね、イケメンちゃんやってる。そうそうそう、確かにみたいな。女の人にそういうことされたのが初めてだったから、それは結構やっぱりやっぱそれちょっと高いっていうか、もうなんか衝撃は受け、衝撃っていうか、うん、揺らいだっすね。それは確かなことはありましたけど。そう、でも一個質問があって、はい、なんか無人島でも生きていけそうな人が好きって、うんうん、まあそうっすね、もう言ってた、おっしゃってて、うん、なんかそれ なんでなんだろうと思うんです。なんで無人島にはほら行かないじゃないですか。そう、まあ今ってそのすごいいい時代で便利な時代じゃないですか、はい、でもそれがずっと続くわけでもないし、
あとそのまあ一般的にはもうすごい便利であれだけど、やっぱりどっかでやばい時とかもあると思うんですよ。